皆さんこんにちは、かっちゃんです。リアイス。ということで今日は先日ファハンという米粉パンを紹介させていただいたんですけど、コメント欄にも米粉パンぜひ作ってくださいっていうコメントいただいてたので、米粉パンって水分の調節とか発酵具合とか結構ね焼き上がりが綺麗に仕上がるの難しいんですけど、今日は炊飯器を使いながら簡単に作れる炊飯器米粉パンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。米粉 200g、 砂糖 10g、 塩 3g、 ドライイースト 4g をボウルの中で混ぜ合わせ、人肌程度に温めたぬるま湯 170g を全体に回し入れ、ヘラなどを使い混ぜ合わせていきます。では今8分から10分ほど混ぜて、少しツヤが出て垂らした時にリボン状になる程度に生地を混ぜたので、今回炊飯器は3合炊きのものを使用しています。では炊飯器の釜の中に生地を流し入れていきます。炊飯器の釜に生地を加えたらラップをして炊飯器にセットして、では今回の分量でだいたい1合目盛りまで生地が入ったので、これが2倍に膨らむまで、2合の目盛り程度まで生地が膨らんでくるまで一次発酵していきます。わたたた、危ない。油を入れるのを忘れていたので、油は全体を混ぜて生地が混ざってきたらそこに加えてください。まだ、おたてて、キャペペテイ、ね、まだ発酵が進んでないのでここに油加えて混ぜていきます。では気を取り直して一次発酵していきます。はい、では今一次発酵を終えて、先ほど1の目盛りで今だいたい生地が2の目盛りまで2倍程度に膨らんだので、ヘラなどで混ぜてガス抜きをして新しい酸素を入れていきます。ではガスを抜いたらもう一度ラップをして二次発酵していきます。はい、では今二次発酵を終えて2合炊きの少し下くらいまで生地を発酵し終えたら蓋をして、早炊きとか白米急速コースとかあると思うんですけど、白米急速モードで炊飯していきます。テンパラソンパン、シュンカロンパン、テン。では一度炊飯が終わるとこのようにまだ半焼けの状態なので、このまま白米急速モードで急速できるものだったらいいんですけど、まあ、できないような機種もあるので、パン焼きモード、これありますね。焼きで40分焼いていきます。2度目の炊飯が終わったら釜を取り出して、一度パンを取り出していきます。では焼き上がったパンをもう一度釜に戻して、最後もう一度白米急速で炊飯していきます。はい、では今裏面にもこんな感じで焼き色がつきました。では焼きたての状態かなり柔らかいので、粗熱が取れるまで少し冷ましていきます。
こんな感じに出来上がりました。炊飯器で作ったんですけど、すごく目も細かくってもちもちふわふわに仕上がってます。はい、では今4分の1のパンをさらに半分に切ったので、ここに少し醤油、わさび、マヨネーズを塗っていきます。ではこの上に大葉を乗せて、ハムを乗せていきます。ではここにスクランブルエッグを乗せていきます。はい、ではこれで米粉パンを使った和風シソハム卵パンの完成です。はい、ではあと半分は表面にバターを塗って、トースターで焼き色がつくまで焼いたら、上に抹茶シュガーをかけていきます。ではこんな感じでカリカリ抹茶シュガーパンの完成です。はい、ではこんな感じで炊飯器で作る外カリカリ中もちもち米粉パンの完成です。はい、では今回は炊飯器を使って簡単に炊飯器米粉パンと米粉パンを使ったアレンジレシピ2品作ってみました。それでは本日は豆乳飲料チョコミントで乾杯。乾杯。くー、チョコミントや。じゃあ早速いただきましょう。出来上がったやつをこういう感じで等分してきてラップで包んだんですけど、結構炊飯器で作るので一回にボンってできるので、食べやすいように切り分けといたりとか、切った場合は乾燥しないようにね、このようにラップに包んで、ちょっとね硬くなりやすいので早めにぜひ食べてみてください。じゃあまずそのままいただきます。ジャパン、もっちもち。うん、米粉パンってほんとオーブンとか型とかで焼くと結構難しいんですけど、材料を混ぜて炊飯器に任せておくだけで、すごくふわっともちっときめの細かい美味しい米粉パンが作れます。小麦粉のパンと違ってノングルテンなので、こねる必要がないので、結構パン作りってね、いろいろ材料揃えたりとか力がいったりとか億劫な方見えると思うんですけど、すごくね簡単に始められるようなパンかなと思います。で、この米粉の特性と炊飯器がいい具合に合ってて、この炊飯器で焼くことによって外側はパリッパリに仕上がってて、ほんと中はふっくらもちっと仕上がってます。で、最近米粉はほんと売り場とかでもね、番号書いてあって1番2番3番とか書いてあるので、今日使ったのもほんと2番のパン用の米粉で、グルテンも入ってないようなパン用の米粉なんですけど、米粉の種類によって全然吸水率とか膨らみ方変わってくるので、パン用の米粉があればぜひパン用の米粉を使って作ってみてください。じゃあこの和風パンもいただきます。パンなんですけど、お米でできているので、こうやって少しマヨネーズに醤油わさび混ぜたりとか、和風テイストに作ってもすごくよく合って美味しく食べられると思います。で、米粉はかなり腹持ちがいいので、今回4等分したパンをさらに2等分して薄く切って、こうやって具材乗せたんですけど、ほんと少量でもかなり満腹感もあると思います。じゃあ最後の抹茶ですね。うまっ茶で、そのままで食べてもすごく焼きたて柔らかくってもちもちで美味しいんですけど、焼くことによって周りがかなりカリッとなるので、先日もファハンっていうパンを素揚げして食べた時すごく美味しかったんですけど、しっかり焼き目をつけたり素揚げしてお砂糖とか、まあ、和風な感じに抹茶シュガーなんかをまぶして揚げパンにしてもすごく美味しく食べられると思います。うん、はい、ということで今日は炊飯器で簡単米粉パンを作ってみた動画でした。小麦粉で作るパンと違ってコネがないので、すごく手軽に簡単に作れて、ちょっと発酵の時間だけ発酵しやすいのでしっかり見なきゃいけない点はあるんですけど、その他は炊飯器に任せておけばきめも細かくもちっとすごく美味しい米粉パンが手軽に作れると思います。
本当すごく腹持ちもいいですし、炊飯器で炊いて作って朝ごはんなんかにいろんなアレンジもして食べられるような美味しいパンですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイ米粉。米にはやっぱり炊飯器。